さあ、リンクスリンクス遊んでいこうと思います。で、今回はランディ使っていこうと思うんだけど、体力がかなり高いのかな？多分全キャラで一番高くて、で、パワー系ではあるんだけど、そこまで体、あの、攻撃力はあまり高くないと。ただ、一方で回復できる技とか、あと攻撃力を上げれる能力っていうのがいろいろあるんで、なんかね、結構面白いんだよね、使ってて。なんかわかりやすく強いっていうか。で、結構強いキャラだと思うんで、これちょっと今回使っていこうと思います。さあ、一戦目は奥義草原だね。B のところが結構重要になってくるステージだと思うんだけど、あそこをどう取るかって感じかな。で、俺のチームは、テクニック系2人もいんのか。ちょっと、肩だな。テクニック肩。本当にルル人気だよね。もうルル見ない日がないんだけど、ルルが入っていないパーティーを見る機会がないぐらいみんな使ってる。で、ちょっと今回ね、もうパワーバカなんで、あまり塗りは意識しないようにしよう。まあ、塗るのも重要なんだけど、もちろん。一応タワー作成すると、なんか25秒間ぐらい攻撃力上がるのかな。ああ、何人で来てる今？ 2 人ぐらいか。ウサギと2人でいけるか。取れるかな。何人いる？こいつまず倒してみっか。倒せるかな。で、棒くらい使って体力回復しつつ攻撃みたいな。まあ、これぐらいなら倒せると思うんだよな。よし、倒した。うわー、ウサギやられちゃったよ、あいつに。嘘だろ、おい。マジかよ。体力あるからさ、こういう風に生き残れんのよ。で、あと HP が50%以下になると、攻撃力がまた上がるから、まあ、対ウサギにもなってるのかどうかわかんねえけど、一応ここは占領して、ここ取らないと負けるから、多分。やべ。やべ、ちょっと待って、これきちいでしょ。待って、勝てるか、これ。いや、これちょっと微妙だと思う。あ、勝てるわ。よし。あー、ダメだ、これは勝てない。これは無理だ。仲間のウサギ弱い。ちょっと待って。 おいおい、今ラビットに瞬殺されたぞ、今。ちょっとあれかな、 B 取られちゃったな。で、仲間が来てくんなかったな。B のとこ塗ってほしいんだけど、俺足遅いからさ、塗れないんだよね。もう B のところは献上する形かな、これ。もう、流れ的に。お、来た。SP ゲージ。これどうだろうな。一応ちょっと、あれか。でも色塗る必要。あ、いるいるいる。倒すか。倒すだけ倒すわ。もう倒す、もう関係ない。塗り絵とか関係ねえんだよ、俺は。俺はひたすらもう倒す敵を。負けてもいい、なんなら。むしろもう、こうなったら。塗ってるから、B の方、今多分、赤チームが。ここら辺ちょっと取ろうかな。どうだろう。あ、誰かいる。あー、あれがルルのやつか。ルルのタレットだね。なんか B 取られてんだけど、いつの間にか C か。いつの間にか C 取られてるんですけど。あー、これやべえな。やべっす。まあ、倒すけれども、これは。やべ。あー、これ倒せるかな。よし、倒した。倒したのはいいんだけどよ。もう遅えわ、後の祭り。まあでもさ、強いよねっていうことは分かったでしょ、このキャラが。負けたけど、普通に。まあ、試合には負けたわけですが、勝負には勝ったみたいな感じで、いいんじゃない？もう敵6人倒せればさ、一応アタッカーの役目は置いてるよね。さあ、次はちょっと勝たなきゃいけないな、さすがに。骨付き砂漠か。骨付き砂漠はあれだな、多分真ん中取らないと負けるところかな、多分ここのステージ。さあ、チーム、またこれルナがもうルナほんとみんな使うよね。これもう4人でルナ行った方がいいんじゃないの？もうここまで来たらさ。クソパーティーだ、これ。はっきり言うわ、クソパ。これで勝てたら結構奇跡だよ、マジで。まあ、真ん中にタレット置いてくんねえかな、もう。むしろ。そこまであるわ。俺は、あれかな、もう真ん中ちょっと意識して、もう塗らない。もう塗りとか関係ないわ。ルールのお手伝いできればいいかなって感じかな、俺。状況的には。ここにタレット置いてくんねえかな。お、置いた置いた。よし。ちょっと俺、ここら辺にいてもいいかもしんない。ちょっと SP、貯めたいから、
移動するけれども、ちょっとここら辺陣取っと、あ、分かってる人だ、この人多分。3人でここいればなんとかなるんじゃないの。でも2人いるから今いいか。今ちょっと移動、俺が移動します。で、真ん中、ちょっと真ん中意識した立ち回りしよう。うんうんうん、いるいるいる。ちょっと待って待って。許さないぞ。あー、やばい、攻撃力アップか。攻撃力アップはちょっとやめてくれ。これ勝てるかな。あー、ギリギリ負けるわ。あの攻撃力アップ強いよな、レリウスの。あー、レベル8か。レベル8ならちょっと俺勝たなきゃいけなかったな。レベル8ぐらいだったらちょっと負けるわけにはいかなかった。やばい、 B が、あー、 B 取られた。でも真ん中ちょっと意識しとかんとな。真ん中手薄か。真ん中行った方がいいなこれ多分。よし、これは倒さなきゃいけない。よし、倒した。ここはちょっと取られたらまずいっすわ。さすがに。ここ取られたらまずい、本当に。ここの番人ならんとまずいわ。よし、SP ゲージ貯めて。これどうだ？他の人に任せたいな、コネクト関連はちょっと。あ、来た。これ倒そう。これ倒そう。よし、追撃、追撃。よし。よし、倒した。倒したのはいいんだが、あ、ちょっと待って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 、なんかいるぞ。あ、なおか、これあんまりよう分かってないんだよな俺、このキャラ使ってないし。どういうキャラなんだろうな。おー、倒した。倒せるもんだな、これダメだな。いや、これきついな。あー、近寄ってきた。攻撃力ってあー、あのディフェンスマンもいるな。これはちょっと無理だな。あー、でも結構いいんじゃないの。うわー、粘ってほしい。頑張れ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 。321、ギリ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 、よかった、ギリギリ、スーパーギリギリ、よかった。ちょっと最後危険だったけど、よく勝てたな、こんなパーティーで。本当に。さあ、今回は奥義草原か。なるほどなるほど。ってことはやっぱあれか、 B のところか。どうしようかな、 B 守るか真ん中守るか、どっちがちょっと迷うな。まあ状況かな、これは。もうみんなに合わせるわ。お、スピードファイター2人か。ナオってどうなんだろうな、強いのかな。使ってないから分かんねえよ。パワー系は全員使いたいなと思ってんだけど、まあ、塗りはこんなにね、スピードマンが2人もいるんなら塗りは任せるか、とりあえず。まあでも SP ゲージ貯めたいしな。一応タワー作ると25秒間、攻撃力が上がります。まあ言うて自分もあれなんですよ、 SP ゲージ貯めたいんですよ。賞味の話、ちょっと貯めさせてください、序盤から。 C、 あ、 C2 人いるのはちょっときついな。 C2 人でも今いなくなったからいいんじゃない。こういうね、こういう隙も大事。やば、あ、これやばいわ。 D 誰がいたんだ。 D やばい、これはやられるわ、これは死ぬわ。よし、一人は倒した。これ倒せるかな。よし、倒した。よし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 、とりあえずここ取らんとまあ話にならんだろう。 D は誰か取ってくれ、代わりに。あ、B 取れてんのか。これどういう風に来るかな。 C に来そうなんだよな、単純にまた C に来そうだから、ちょっとね、遠くまで行けないんだよな。あ、来てくれた。あ、足りねえ。これあるんだよね、あるある。これは超あるある、これ。あ、やっぱ来たか、真ん中。3人は無理だ、3人無理だわ。まあ1人来てくれるなら俺倒すわ、じゃあ。うん、まあ1人は倒すんだけれども、無理なんすわ。もうこれ以上は無理っす。
さあ、で、復帰して、状況的にはあんまり良くないですね。向こうの方が連携取れてるね。殴ってからもうくらい使っていいか。ああ、間違った。ちょっと殴る方向違うよ。まあいいや。倒すか、まあ。いいや、倒そう。倒せるときに倒そう。うわー、俺が3人がちょっと受け持つ。あ、でもこれ逆にいいかもしんない。この間に多分違うところで3人が濡れてると思うから思いたい。そう思いたいんだが。あー、濡れてないな、これ。濡れてないな。ちょっと待て。これ、これさ、A のとこ取られてんだ。え、残りの人たち何やってたのこれ。なんでこんな取られてんの。ん？他の人たち何やってんのこれ。え、あ、でも勝った。あ、でも勝ったわ。なんか知らんけど勝てた。どこ濡れてたんだ。まあ B 全部取れたの大きいんだけど、やっぱ B 取れたからかな。すげえ、よく勝てたな今。